熊本は阿蘇に来ています。ここ草千里観光名所で有名ですね。韓国の親友家族阿蘇を今案内しています。そして、ここら辺がですね、烏帽子岳ですね。そしてその横中岳噴火、あ、これ煙が上がってるの分かります？に乗りに行くんだと思います。あの水辺あたりね、すごく綺麗なんですけど、なんか阿蘇のあたり今山焼きして結構なんか真っ黒になってるんですね。クリーンじゃないからなんかあまり的にはだけど、あ、写真撮影してますね。韓国の方ってですね、よくサングラスみんなかけてるんですけど、なんでかけてるのって聞いたら赤く見えるからって言ってました。雄大。こっち行ってみ